おいおい、F-35 戦闘機の事故が起きたんだってな。嘘、マジで言ってるの？マジだよ、なんでも南シナ海沖で着艦事故を起こし海に沈んでしまったらしいぜ。結構な大事故じゃないか。F-35 の着艦事故が起きたのは本当だよ。南シナ海での訓練中に原子力空母カール・ビンソンの艦載機である F-35 が着艦事故を起こして機体は南シナ海に沈んでしまったそうなんだ。南シナ海沖なら中国にも近いだろ。大丈夫だったのかよ。もちろんアメリカとしては痛いよね。すぐに機体の捜索に入ったそうだけど、どうなったんだろうね。今回はこの事故と中国の出方、ついでにアメリカと中国の関係性についても見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2022年1月、アメリカ海軍の最新鋭ステルス戦闘機 F-35 が、空母カール・ビンソンへの着艦を失敗する事故が発生したんだ。南シナ海での通常飛行中に空母の甲板に衝突した後に海に落下した。乗組員は大丈夫だったの？脱出したパイロットを含めて7名が負傷したという報告だったよ。最悪の事態にならなかったのは不幸中の幸いだね。南シナ海では訓練中だったのか？そのようだね。アメリカ海軍カール・ビンソンとエイブラハム・リンカーンが率いる空母打撃群は1月17日から23日にかけて西大西洋の沖縄南方の海域で日本の海上自衛隊と共同訓練を行い、23日から南シナ海で訓練を行っていたそうなんだよね。その翌日に F-35 の事故が起きたみたいなんだ。え？日本の自衛隊と共同訓練だったのか？結構珍しいことなんじゃないか。今回の訓練はアメリカ軍の空母が3隻も合流しての訓練みたいだったから、結構異例だったと思うよ。そんなに大々的な訓練だったんだね。この訓練にはアメリカ軍の原子力空母は合計3隻、地中海で中東任務についているハリー・トルーマンを除いた残り3隻が集結したようだね。この3隻は、横須賀に配備されたロナルド・レーガン、インド洋で作戦行動を終えて合流してきたカール・ビンソン、そして1月10日に母港サンディエゴを出港してきた、エイブラハム・リンカーンが日本近海に集結したんだ。これだけの規模の共同訓練は今までなかったかもしれないね。そりゃあかなり大規模な訓練じゃないか。訓練を行った場所的にも何か狙いがあったとしか思えないな。うん、やっぱりそう思うよね。もちろんそれはあるだろうね。ある国に対しての牽制だろうね。それは、この空母に随伴してた艦艇群を見ても想像できるよ。例えばカール・ビンソンが率いる空母打撃群には、強襲揚陸艦アメリカを主軸とする遠征打撃群と同型の強襲揚陸艦エセックスが布陣してたんだ。ちなみに、この二つの揚陸艦は他国の軽空母よりも大きく、むしろ軽空母と言っても過言ではないほどのスペックを兼ね備えているんだ。もう本番さながらって感じの艦艇群だったんだね。いつでもやってやるぞ。みたいな編成だな。もちろん、艦艇群だけじゃないからね。原子力空母に艦載されている戦闘機も気になるところだね。これらの空母に艦載されている戦闘機は、最新のステルス戦闘機 F-35 が艦載されていて、かなり強力な戦闘力が期待できるよね。やっぱりこれだけの打撃群を見ると異例の訓練と言えるよね。この訓練の目的として自衛隊の発表では、空母カール・ビンソン、エイブラハム・リンカーン、それぞれの空母打撃群と海上自衛隊護衛艦ヒューガが、沖縄南方のフィリピン海上で共同訓練を行ったことを発表し、この共同訓練に関してアメリカ海軍も公式コメントを発表していて、自由で開かれたインド太平洋地域を守るため海上自衛隊の護衛艦と共同訓練を実施したと発表したんだ。まあアメリカ軍の公式発表は建前ってやつだろうけどな。でもこの時期ってことは牽制する相手は中国だけじゃないみたいだよね。かまってちゃんの国も関係してるんじゃないの？おお、今日はなんだか冴えてるじゃないか。その通りだね。この時期北朝鮮が大陸間弾道ミサイルをバンバン撃ってた時期だよね。2017年に空母ミニッツ、セオドア・ルーズベルトがアメリカから来訪し、横須賀を母港にしているロナルド・レーガンと合流し日本海で軍事演習を行ったんだよ。実際にその時、北朝鮮はピタッとミサイルの発射実験を中断したそうなんだ。軍事演習をすることで牽制することに成功したってことなんだね。確かにあの当時はほんと毎日のようにミサイル飛ばしてたもんな。さすがに軍事演習見てこれはやばいと思ったのか？この時はアメリカ軍の空母打撃群が集結したことでミサイル発射実験を取りやめて、韓国との対話協議に転換したという経緯もあるんだよ。韓国も一応同盟国だからね、あんまり挑発を繰り返すのはまずいと思ったんじゃないかな。2022年のアメリカの空母の集結も中国というよりも、北
北朝鮮への警告的な意味があるんじゃないかと言われてるんだ。2022年になって北朝鮮のミサイル実験は連日行われ、挑発行動を繰り返してるんだよね。北朝鮮の金正恩は、核実験、大陸間弾道ミサイルの発射実験を、中止することはありえないと強硬姿勢を示してるんだよ。この強気な姿勢はアメリカをなんとか交渉の場に引きずり出したいという思惑が見え見えなんだよね。しかし、この北朝鮮の挑発行動に対してのアメリカの回答は、空母打撃群の集結という挑発には乗らないというさらに強気な姿勢を見せたんだよ。本当に相変わらずのかまってちゃんだな。かまってほしいから目立つように悪いことするなんて子供と一緒じゃねえか。もちろん今回の共同訓練は行われた場所を考えても、北朝鮮に対するものだけじゃないのはわかるよね。日本周辺だけじゃなく南シナ海、フィリピン海域でも行われたことを考えると、中国に対しても何らかのプレッシャーを与えたのは間違いないと思うんだ。実際に今回の共同訓練は2017年の演習とは違い韓国海軍には及びはかからず、日本の海上自衛隊にのみ及びがかかっていたという点でも、中国への警告が目的だったのではないかと推測できるよね。そうだな、北朝鮮への圧力と考えるならば韓国は呼ばれるだろうしな。でも、せっかくの中国への牽制目的の共同訓練だったんだけど、アメリカがやらかしてしまったんだよね。それが今回の着艦事故なんだよ。よりによって中国の潜水艦が頻繁に潜航している南シナ海で、機体を沈めてしまうというのは大失態だったよね。戦闘機といえば軍事的な機密もたくさん詰まってるだろうからね。中国に見つけられると厄介だよね。そうだろうね。この事故が起きたことをアメリカ海軍も公式に認めていて、アメリカ海軍第7報道官がアメリカ海軍は回収準備を進めていると機体の回収作業に取り掛かっていることを明かしたんだ。最新鋭の戦闘機となると機体そのものがブラックボックスと言えるからな。他国に先に見つけられるのは非常にまずいよな。もう回収済みという報道もあれば、まだ機体を発見できてないという報道もあり、情報が錯綜している状態なんだ。この事故に対しての中国の動きはどうなってるの？それは気になるところだよな。中国から今回の F-35 の事故に関しては正式なコメントは発表されてないんだけど、中国共産党中央軍事委員会の機関紙解放軍報が論評を掲載していたよ。それには張り子の虎では人を驚かすことはできず、わずか半年の間にアメリカ軍は原子力潜水艦を破壊し先進的な戦闘機を墜落させた、と述べていて、欲を出して失敗する行為はすでに国際的な笑い者だと挑発するような記事を載せてるんだ。こりゃ結構挑発的なコメントだよな。全世界に発信したわけじゃないだろうが、アメリカの耳にも当然入っているだろうからな。中国の機関紙の煽りはこれだけじゃなく、南シナ海の海は美しく静かな海なのでアメリカ軍はゴミを海にポイ捨てしないでほしいとさらに煽っていたよ。F-35 戦闘機をゴミ呼ばわりとは、すごい挑発的だね。まあ、F-35 戦闘機のことをゴミと揶揄しつつも、最新鋭ステルス戦闘機の情報は喉から手が出るほど欲しいだろうね。実際にこの事故から数日間、南シナ海では中国の潜水艦が、現場周辺を頻繁に潜航していたことが確認されてるんだ。結局、F-35 の情報欲しいんかい。でもアメリカ軍からすれば気が気ではなかったはずだよ。中国に機体を発見され先に回収されるなんてことは絶対にあってはならないからね。しかし、南シナ海は最大水深5000メートルもある海域なので、作業は難航してるという噂だよ。実際にイギリスの戦闘機が事故で海中に沈んだ時は、機体捜索に2週間、回収作業に5ヶ月もかかってしまったみたいだよ。いずれにしても、中国に機体を回収されるわけにはいかないから、回収がどうしても困難な場合は機体を爆破して機体を粉々にすることも考えられているようだよ。なんとか、中国だけには回収されないことを願うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。さあ、今日も雑学行ってみようか。わーい。今日は何の話を聞けるのかな？今日はパフェとサンデーの違いについてお話しするね。まずはパフェについて解説するよ。パフェというのは、1910年から20年代にフランスで作られたフルーツのムースが元祖なんだ。パフェという言葉自体にも意味があり、これ以上は存在しない完璧なデザートという意味が込められているんだ。フランス語で完璧なを意味するパルフェが語源となっており、やがて世界へ広まっていったんだ。
次はサンデーについて解説するね。サンデーは1890年にアメリカで誕生したデザートだと言われているんだ。由来としては日曜日に売られていたことから、サンデーと呼ばれていたそうなんだ。しかし、日曜日はイエス・キリストの安息日だったため、そのままの名前が使われることは不謹慎とされたんだ。そのため、英語の綴りではサンデーとは書かずにサンダーと書くみたいなんだ。結局、パフェとサンデーの違いは何かというと、フランスで生まれたものがパフェで、アメリカで生まれたものがサンデーという違いがあるだけみたいなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。